2005年モデルブリッツ D1 スカイライン、パーツメーカーブリッツが長年蓄積されたチューニングノウハウを惜しみなくつぎ込んだスーパードリフトウェポン。こだわりのフォードアセダンに激しい軽量化を施し、なんと車重1220キロ、パワーウェイトレシオ 2.6 キロを実現した。そのボディスタイルに情熱を注いだとチーフメカ阿部は言う。一方これをドライブするノムケンは、早くツードアスポーツカーに乗せんかいと訴えるが、自称スカジーオタクは耳を貸すつもりはない。そして VBOX によるテストドライブで角度とスピードはますます勢いづく。ほう、あの煙が人気の秘訣か。やつに襲われ、ノムケンをロックオンしたのはマニアに人気のこの男。プロたるものダメやれ、もうこの時点で差がついとるばい。あっちをちょっと見てくんじゃい。あめ、ほらね、あれじゃやっぱりダメばい。おい、熱か。今日は熱か。さあ続いてはプロ級バイ、プロで大事なのはやっぱり人気と腕、やっぱこれがトノモーナーワンとダメとですよ、そしてやっぱり角度、煙、そして迫力というのがやっぱり大事な要素になってきますね。というわけで今回はこの危険な男を用意しました。これは危ないバイ、何一つ揃っとらんばい。このボロ雑巾のようなレーシングスーツ、ワッペンはまっすぐつけましょう。曲がっとるとばい。というわけで、今回はファンサービスの対応と迫力の出し方、はい、煙の出し方を伝授したいと思いますばい。はい、よろしくお願いします。仕方なか。その前にその風貌どうにかならんのかね、もしかして。これはしばらく時間がかかりそうな気がするわ。やはり迫力を出すにはやっぱり煙が必要ですね、はい、例えば、こんなポンコツな車でも黙々と煙を上げればなかなかかっこいいと思わんですか。そうですね、こんなポンコツさでも煙を上げればかっこいいと、はい、まあ、やり方は簡単ばい、いつもより多めにアクセルを踏んで回転をいっぱい上げてやれば大丈夫ですよ。まあ、通常1メーター進むのに3回転でみんな行こうとすれば6回回せば倍の煙が出るとですね、頭が悪いようなので1速上げていっぱい踏んどけば、はい、2速でレブより3速のレブの方が煙が出るとですね、はい、それをここを上げて練習してみます、はい、ポンコツでも煙が出ればかっこよかったです。今4000、5000、4000、5000、この回転数があと3000ぐらい余っとるじゃないですか。このあと3000を利用することによって煙がボクボクとリアタイヤから吐き出されるとですよ、もったいなか。これはリアタイヤの映像、通常走行時の煙の量をよく覚えておいてください。このあとこれがどのように変化するのかが楽しみ。おっと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 、いつもよりじゃあ多めに踏んでみましょうか。上げれるとこは一足を上げてですね、もうレブが当たるぐらいのドリフトをすると多分煙が出るですよ。なんかちょっと煙が増えてきたような気がします。もう6000、もうちょっとあと2000回転ぐらい余っとるですね。さあこれで3人早めに出てくる。
回転が余っとる。いや、だいぶよか煙が出たですよ、はい、そう、次はさらに踏み込むそば、18歳以下は耳を押さえてください。ちょっと煙が出とるですよ。ここも全開、そう、追い目にも立ち上がりから全開にして目分を当ててやるぐらいの勢いでいくとか、やればできるじゃなかですか。出てますね。黙々なっとる場合、これでポンコツな車でもかなり迫力が出て見えるとじゃなかですか、はい、ほらほら、このように煙だけ黙々上げればスピードなんかわからんとばい。ただ回転を2000、3000が上げるだけで、はい、コーナリングの時ですね、黙々になったじゃなかですか。これで一速上げたりするとさらに黙々になるとですよ。ありがとうございます。これで今年もいいとこ行けるかもしれんばい。そんなことよりもこのスポンサー様の帽子、失礼と思わんのかね、この使い方。そしてプロドライバーたるもの、忘れちゃいかんことがもう一つあるとでしょう。それはファンサービス。名村さん、これサインお願いします。仕方なか。まあまあ、そして大事なのはこれ握手。ありがとうございます。目線に立って両手で握手しとるじゃなくて、そしてまあ抱擁、写真の撮影なんかも撮ったりしてですね、まあ、誰も見てないというか、チームなんか来たりするとですよ。丸山さん、はい、ありがとうございます、うん、いやいや、例に及ぶとばい、床の間に飾るとお宅さんになるかもしれない、はい、まあまあ、大事に取っていくとばい。このように、いや、ほら、忘れられてるじゃないですか。ほらね、そこでサインを考えてやるばい。はい、ありがとうございます。そうですね、こう、丸山君の場合はやっぱり清潔、男前で、端正な顔立ち、そしてお金は持っとるですね。できたばい。似とるね、もしかして。これを練習するとばい。はい、このお顔の二重がポイントやね。このフェイスマスク、お、ただし条件があるとばい。このサインをするときには必ずひらがなのこのマークを、考案者の、まあ、登録商標みたいなもんやね、これはね。じゃあちょっとひらがなのって書いて丸するとばい。というわけで、このサインが欲しい人は春山さんのところに行って頼みましょう。これで人気者になるかもしれんばい。煙とサインの春山、2005年から変わるとばい。余ったページには全部サインください。はい、好きな人が持ってます。先ほどのサイン。トークも必要とばい。お姉さん、どこから来たのかな、もしかして。退屈をさせないうちにサインが終わったことですよ。ちょっともう一度ちょっと僕に渡してください。名村さん、サインください。よく僕の名前は知ってるじゃないですか、もしかして。はい、どこから来たですか。東京です。東京、はい、なるほど、都会人の風が吹く。僕はお似合いじゃなかですか。なんて言ったりしてくる、もしかして。という間に終わったことですよ、ほら。まあ大事にしとってください。これを東の壁に貼るとお金持ちになると噂があるとですよ。わかりました、貼ってみます。あ、間違って南の空に貼ると高田区さんになるかもしれない。まあまあ、はい、次の方。ありがとうございます。このように春山さん、お願いします。はい、お願いします。なんか喋るとば。遠くがないとお客さんは、ね、今日もいい天気ですね。寒いですけど。すまらん。今日はどちらからお越しになったんですか。東京です。こいつの話だ。東京、はい、いや、憧れの街ですね。ただの田舎者じゃないか。喋りながら手が5本になってるんじゃないのかな、もしかして。どうでしょう。はい、ありがとうございます。これはトークの勉強も必要かもしれない。すごいよ、お猿さんムービー第3話、悪いのはどことですか。
マッサージは大好きばい。おいどん、いつもの癖で別のマッサージを頼んでしまったよばい。まあそれでもよか。ああ、こっちばい、こっちばい。こんにちは、足つぼマッサージの担当の長澤です。よろしくお願いします。足つぼマッサージやったとか。こりゃこりゃ、勘違いするところだったばい。ではよろしくお願いしますばい。どこか痛いところがあったら言ってくださいね。わかりました。ここは痛くないですか？全然痛くないばい。それじゃあここは痛くないですか？ここも全然痛くないばい。そうですか、ご健康なんですね。ありがとうございます。ここはどうですか？全然痛くないわい。じゃあここは、痛い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 。ここですね。ここが痛いんですか？痛か痛か、やめてください。痛い痛い。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。足にはいろいろなツボがあって、悪いところがすぐわかるんですよ。ここが胃、ここが腸、ここが腰。先生、さっき胃が痛かったのはどことですか？そうですね、ここが胃で、ここが腸で、ここが腰なんですよ。だから先生、いや、さっき胃が痛かったのはどこか教えてほしいんですよ。そうですね、胃と腸と…いや、だから先生、さっきから何回も言っとるとですけど、胃がさっき痛かったのはどこなのか聞いとるとですよ。頭です。やっぱり。何？嘘のような本当の話ばい。